皆さんこんにちは。 TMS レーシングチームの高橋和美です。今年はフォーミュラドリフトジャパンに参戦するにあたって BMW 新車作りました。いやー大変でした。やっと開幕できたんで、こいつでちょっといい走りできるように頑張るんで、ちょっと車両紹介の方していきます。まず、外装なんですけど、ほとんど海外のキットで、一応こういう状態でもコンプリートで売ってるものを自分たちは使用してて、自分たちで作ったって言えば本当リップぐらいで、あとはもうほとんどキットのそのまんま、逆に何もいじることがないぐらい最初からかっこいいんで、それを残して、あとはボンネットはエンジンに合わせてダクトを自分たちで作ったりして、そんなにガチガチいじっちゃうとやっぱ良さも消えちゃうと思うんで、シンプルにかっこよくをテーマに作ってます。あとはこのラジエーターの同封口なんかもすごくかっこよくて、自分では気に入ってます。結構やっぱガラスただ切ったりするだけじゃなくて、こうやって造形されてるのがすごい気に入ってて、ここは結構自慢できるポイントかなと思います。あとは結構最近の車ではもうみんなパイプフレームだったりリアラジエーターっていうのは結構オーソドックスというかスタンダードになってきてるんで、そんなに特別なところはないんですけど、クラッシュしてもなるべく被害が最小限で済むようになるべく奥にしまってあったりとか、そういうメンテナンスの面で結構考えて作ってます。あとは室内なんですけど、室内はもう本当にシンプルに自分の仕事場なんで、他に邪魔なものが何もなく、自分専用ということで、無駄なものは省いて、もうメーターもモニター1個で、サイドブレーキとかシフトレバーハンドルも全部自分専用でいい位置に来るように、ペダルなんかもセットしてもらってて、やっぱ走る時に目に入る部分なんで、全てやっぱドライバーのモチベーションとかそういうやる気に直結する部分ではあると思うんで、すごいかっこよく仕上げてもらって、車の出来には満足してるんで、あとは僕がいい走りするだけかなと思ってます。じゃああとは最後エンジンなんですけど、一応トヨタの FJ クルーザーとかプラドとかそういう SUV 系に乗ってる V6 の4リッターをツインターボ化してあって、一応最大馬力850ぐらい、トルク110キロぐらいを出力してるんですけど、このエンジンだとあんまり乗せてる人がいないんで、結構制御だったりとかそういうの苦労したんですけど、あと駅マニはもう完全にないんで、この車に合わせてワンオフで1からパイプから作ってもらったりとか、苦労した部分もあるんですけど、その苦労に似合った性能がきっと発揮できるんじゃないかなと思ってます。トヨタの 2JZ とかやっぱりよく乗せるんで、それに比べると作業とか倍だし、やっぱ大変なことは多いんですけど、やっぱりどんどん新しいことにもチャレンジしていかないといけないなっていうところがあるんで、みんなと一緒じゃなくて、違う車で違うことしようよっていうのもあって、この車を選んでこのエンジンでっていうところで、一応どこまでいけるか今年自分なりに挑戦してみようと思ってます。いやー車かっこいいです。飾っときたいです。何もなければいいんですけどね。あとは置いてあるとかっこいいんで、走ってもかっこいいって言われるようにね、自分で頑張るしかないんで、そこはもう僕のドライバーとしてのスキルしかないんで、いい結果が残せるように精一杯頑張っていこうと思います。